どうも、エルカブキのエルウダです。はい、どうも、デロニアン IC です。ということでね、はい、今日はね、M1 グランプリ2019開幕ということで。そうですね、開幕戦行ってきましたね、まあ、僕らね、初日にちょっとあのエントリーの方させていただきまして、エントリーとか言うとね、ちょっとアスカがブログ書いた時とね、ちょっと言葉被ってるぞなんてツッコミも入るかもしれませんけども、いねんだよ、新しいブログをエントリーしましたっていつも書きますから、アスカさんがね。まあ、間違ってはいないのだろうね。それを思い出して、あ、コンプライアンス的に厳しいなって落とされる可能性もなきにしもあらずですが、はい、ね、まあまあ1回戦、まだ結果出てませんけど、うん、まあ、ということはね、まあまあといったところでしょうかね。まあまあ、本当にまあまあなことになっちゃいましたね。まあでもね、その、まあ、リアルな話ね、はい、受ける人っていっぱいいるんですよ。やっぱプロの人もいっぱいいますから、はい、裏で聞いてて、うん、なんかね、対象年齢子供みたいな漫才ばっかなんですよ。うるせえよめ。なんか大人が見て笑える漫才まあまあ、漫才って言いますよ、まあ、俺、まあね、それは言いますよ。財マンでもいいですけど、いいよそういうのをみんな提供しないと。ただでさえね、前日にウエストランドの井口くんがね、チンコのね、ことでちょっと話題になってるわけですよ、世の中的には。アダルトなネタを提供しましたもんね。子供みたいなね、身長の井口くんのアダルトのね、部分が出てるわけですから。AV にいますから ね、大きい女と小さい男みたいなのありますから、ね、そうそうそう。意外ともしかしたら、井口くん、初太シリーズでデビューみたいなね。いや、狙われてるかもしれないですよ、これ。芸人としては無敵ですから、今。まあね、はっきり言って。そうだよ。ソフトオンタイタンですよ。いいよ。ね、タイタンは一番。タイタンも関係ないですか。タイタンは関係ない。ね、うん、で、まあ、M1 グランプリの前日が、うん、まあ、そういう井口くんのニュースもあったけども、うん、水道橋博士さんのお店がなんと閉店ということで。そうね、4月31日をもって、昨年の5月5日にオープンしまして、はい、まあ、子供の日ですよ。はい、水道橋博士ね、子供の本も書かれてますけども、はい、お子さんのね。はいはい、で、博士が5月5日にオープンするから、うん、でこの配信をいつも聞いていただいてて、はい、ありがとう。でオープンする時には宣伝してくれと、うん、で1回ね、10分忖度っていう博士の店オープン記念って、これ配信でもやってるから、やりましたね。でそこまでお世話になってたらさ、はい、やっぱりと思って、うん、最後の日にね、あの撤収作業を一緒に手伝いに来まして。そう猿岩石以来ですからね。そうね、撤収作業。猿岩石じゃん、野猿か。いや、猿違いだわ。ユリアリクとも間違えんなよ、お前。まあ、本当に危なかった今ね。で別にね、7月31日なんで行ったかっていうのはね、はい、あの最後のセールで安くなっても100円で買うても行ったわけじゃなくて、はいはい、心から片付けたかった、うん、そういうことなんですけど。そうです、心からね、うん、はい、でね、決してこれいらないですかなんかを言いに行ったわけじゃないですからね。そう、最後のね、はい、閉店セールだけ狙ってるね、はい、そういうのじゃないですから。ちゃいますからね。で、あのね、で水道橋博士がね、ツイッターなんかで今結構リツイートが多くて、はい、はいはいはい、はい、で、まあ博士の店にダースレーダーさんってラッパーの方、元オフィス来たのの、はいはいはい、その方も博士にすごいお世話になってて、はいはいはい、と3人で行って、で博士の店の店長の原田専門家さんっていう、うん、陣内智則さんの映像作ってる方で、あ、はいはいはい、本人曰く、あの陣内智則の面白い方だって自己紹介いつもするんですけど。で4人で写真を撮って、はい、で閉店の日ですみたいなのあげたら、うん、博士がね、うん、すんごい久しぶりに、うん、僕のやつ引用ツイートしてくれて、お、はいはい、で僕水道橋博士チルドレンって書いてあるね、うん、俺たち水道橋博士チルドレン、あ、はいはいはい、勝手に浅草キッドとか何のさすがにちょっと良くないと思ったんで、はいはい、チルドレンの方にしまして、うん、勝手に名乗っちゃいけないって言えないですから、この1年で教わりました、ね、うん、いろんなね、ことを教わったんだけど。まあでもチルドレンもね、杉村太蔵とかね、いろいろあるから、まあそれいいのか分かんないけど、いいそしたら博士がね、それ引用ツイートしてくれて、はあ、家族かっこ笑いって書いてくれて、あら、これさ、うん、博士多分闇営業騒動そんなにまだつぶやいてないんじゃないかと思うんだけど、もしかしたらこのファミリーにかけて、うん、なるほどね、やってくれたような気もするんだけど。まあでも僕らエル歌舞伎は反社じゃないんで、今日大丈夫ですよ。いやいや、それそうです、はい、水道橋博士をつるんでることで反社会勢力とみなされないです、はい、みなされないよ別に。いやいやいや、確かにね、うん、まあ浅草キッドさんかっこいいですからね。本当に反吉本みたいなネタもね、はい、結構、まあ、何でも、ね、全部敵ですからね、はい、ね、いやすごい。でね、まあ今日は M1 グランプリということで、はい、まあ M1 グランプリっていうのはやっぱりお笑いファンからすると結構引きがありますから、といった売名行為の意味を込めて、ああ、参戦と、うん、あと M1 のこともちょっとつぶやくんですよ、たまに。やっぱり反応ありますから。あ、そうなんですね。で先日のライブのアンケートで、はい、僕らのアンケート欄に、うん、漫才じゃないし、なんたらかんたらみたいな、すごい怒ってる人がいて。あ、怒られてましたか。で一応ライブアンケートに、漫才じゃない、ライブアンケート対象、うん、漫才じゃない、うん、明日は M1 って書いてあるんですよ。どうなるんだっていうのを書いたら、あ、そうです、まあ、これのヘビーリスナーですね、グリーンモンスターさんから、まだ聞いてましたか。リプが来まして、はい、1回戦突破できると信じています、頑張ってきてくださいって。俺ら弱小コンビかって、はい、そうですね、ねえ、みたいな。山下真司に殴られてから来ましたね。いや、そうですかね、いや、スクールボーズね、我々は。いや、そんなことないですよ、はい、山下真司さんのラグビーのスクールボーズ、なんかラグビーのなんかのイベントで上映する予定だったのになんか急遽差し替えられたっていう、何ヶ月か前ニュースになったけど、やっぱ今ね、ああいうの厳しいから。いいのにね、ドラマなんだからいいじゃない。いや、じゃね、戦争のね、坊主が入ってるから、そこじゃない、やっぱり。あ、そうなの、うん、だと思いますけどね。あと
ね、この前ね、YouTube の広告かな、あのね、カードローンの広告よくついてんだけど、カードローン。あー、そうなの？そうそう。で、まあまあ、そう見る人によって違うのかもしれないけどね。あー、はい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 。カードローンっていう表記があって、うん、あ、その横にアメトークのロゴ思いっきり書いてるやつがあって、うん、闇金融って一瞬思ったっていうね、あれあんまり CM としてはあれだよな。で、探したんだけど見つかんないから、すぐもしかしたら撤去したのか、うん、CM としては全然裏目じゃないですか、ね、まあどうなんだろう、まあでも目は引くけどね、うん、目は引くけどね、目は引くし、うん、でもそ、俺なんかさ、アメトークファンとしてはやっぱりそこで、なんか困った時はそこでファンでした、うん、借りたいかなみたいな、なるほど、僕たちクレジットカード芸人ですみたいな、あー、うん、いつかね、やれたらいいかなと思ってますけど、多分ね、うん、100万円向こう受け取ってないみたいだからね、100万円それを我々にちょっと、いやいやいや、いいですよ、まあクレジットもいろいろかかってるから、いろいろありますけどね。あとはね、YouTube のコメント欄にね、僕ら、ナイツと爆笑問題が語る吉本騒動っていうサムネにして、はい、はいはいはい、でまあね、こんなこと言ったら本当にね、皆さん怒っちゃうかもしれない、僕も言いたくないんだけど、その思惑通りっていうのが2000回をなんと再生が早速超えててはい、はい、そこにコメント欄にたまに落とし穴掘ると落ちてきますね、落ちますけど、そこのコメント欄に、悪質動画として魔石に報告いたしますってコメントが来てるんで、あらまあ、もうこれは本当に俺ら入江コネクション行くか N 国党行くかどっちかかなっていう来月 N 国党に、もしかしたらマネジメントがね、クビになってるで、M1 終わりにね、グッドモーニングっていうあのニュース番組が外にいて、朝の羽鳥さんやってるやつですかね。あー、別に俺は全く知らないから分かんない、その前のやつかな、バード羽鳥、グッドモーニングさんのね、取材をポークチョップって僕らの同期ぐらいの芸人が受けてて、それをちゃんと次に並んで、取材終わったと同時に、マセキ芸能者のエル・カブキです、お願いしますって言ってマネージャーに許可取りましたって言って、 あんな並んでね、取材受ける人いないから、ね、普通はね、向こうは突撃してきて、そうそう、で、ね、逃げていくんだよね、逃げていくのが普通なのに、そうそうそう、なんでお前は並んでたんだ、逆松田聖子逆田聖子逆田聖子、そう、松田聖子、そうなの、松田聖子なんか昔よく追っかけられたでしょ、まあね、いや、そこ代表としてはないから、代表ですから、代表ではないからねえ、まあまあいろんなこと語ったんですけど、まあ、ね、使われてないと思います。その後にバカやなとは平井ファラオ光るっていうすごいキャラのある人が、はい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 、並んでたんで、並んでたね、うん、あいつも便乗して並びやがって、あいつ便乗してましたね、あいつ、取材受けたすぎてね、うん、M1 の入り時間遅刻してましたからねそこでなんとかね、はい、落選にしてほしいなって、ね、そうですね、遅刻しましたね、そうそうそう、反社会性ってことでいうことなんですけど、はい、そしてね、セブンペイ9月末で終了へっていうことで、あーらしいね、ねえ、いやーでもいい、早い、いい判断じゃないですか、今まだ早かったってことですよ、やっぱセブンイレブン買い物行ったら張り紙されてましたね、セブンペイは終了すぐになりました、9月までと、うーん、おーらららら、らだからいろんな紆余曲折があったわけですよ、うん、これは、で紆余曲折、そうだってニュースのコメント欄にはね、うん、アダムステイペイとかボケてくる人もいたし、はいはいはい、島崎敏郎さんのやつね、はいはいはい、書いてる人もいたし、そういろんな紆余曲折があって、はい、二段階認証ってことを質問されて、うん、二段階云々っていう会見もあったし、ありましたね、だからね、この騒動のことね、うん、二段階紆余曲折って言いますね、はい、はい、分かりましたか、なんで取り上げたの、そうですね、それを言いたくて、いや、なんで取り上げて、うん、楽しみですね、今日の M1 グランプリの結果が、こういうことを思いついて喋っていこうと思いますから、やべえよ、あとはね、あの M1 のね、前にね、ついてていいの、大丈夫、いや、どうなんですかねカメラさんがね来てくれて、こういろいろ、カメラさんね、喋ってくれて、もう毎年もう顔覚えましたね、覚えた、お互い多分覚えたと思いますね、俺が顔してるカメラマン渡辺陽一かあの人ぐらいですよ、本当にねって感じだけども、他にいないですかね、うん、あと他いない、林家ペイさん、林家ペイさん、うん、カメラマン、野猿ですら俺どれの人がカメラマンか把握してないですからね、確かにね、そういうこともあるんだけど、確かにもう覚えてますね、うん、だからあのカメラがね、来てくれて、いろいろこう喋るじゃない、はいはいはい、出番前に、出番後の方がいいって気使ってくれるんだけど、うん、あれは出番前がいいです一回脳活性化しとくといいかな、あーそうだね、うん、まあ、素振りできますからね、うん、おかげで本番噛まずにね、まあそうですね、もう、ま、もうノーミスですよね、ノーミスで一箇所だけ笑いがなかったってなかったっていうね、あれいいんですよ、型を見る大会だと思ってますか、ね、違いますか、違うわ、違いますか、なんでですか、ね、空手の演武とかあるじゃない、どっちが強いか分かんないけど、綺麗な型をうんとかそういうのもあるしさ、何なんだよね、まあまあまあ、でも一説にはね、受けは二の次で形を見てるとか説もあるしね、今どうでしょうね、う今ちょっと変わってきてるような気もしますけどね、でもそれ受けた方がいいよね、いろんなね、話がありますけども、はいはいはい、ということでね、うん、原監督が史上13人目の1000勝を挙げたということは、選手1000勝1000勝1000勝あ、1000勝、はい、これ明日
もし時間あれば取り上げていきたいなと。もうトリプルグータッチになってるのか。トリプルグータッチ、そうですね。もう背中からもう一本腕が天津飯か、本当に腕がバーントータルリコールか、シュワルツェネッカーの本当に、うん、ね、ということで、そういうこともありますから、といったところで、はい、また明日お聞きなさってください。お願いします。